はい、どうも皆さんこんにちは、ポチャと申します。今回はエコノミーボーナスについて解説していけたらと思います。だいぶ前のアップデートでですね、明細についていたあのバフ効果、経験値増加とかね、そういう効果が分離されました。そしてエコノミーボーナスというものができましたと。で、まずこの今まではね、明細に、効果が載ってたんですけど、この明細は完全に飾り用になりましたね。なので、つけてもつけなくても、どっちでも良くなりました。今までは、明細に効果、隠蔽がちょっと良くなったりとか、散布回がちょっと悪くなったりっていう効果がプラスされてたので、明細つけなきゃダメだよね、みたいな空気がすごくあったんですけれども、本当に現在は、もうこの明細に、何の効果もございませんなので、自分のねテンションが上がる明細をつけていただいたり、まあちょっとクレジットがかかるからつけるのはやめようかなって言って、つけるのはやめたり、やっぱちょっと無明細の方が船はかっこいいから無明細で行くぜっていうのもね、全然 OK になりましたので、それの皆さんの、ご報告共有でございますと。そうしまして、ここにエコノミーボーナスというね欄が追加されております。どこでも見れますね。船のこの一番上にあります。ここを押していただくと、クレジットのボーナス、艦艇のボーナス、艦長経験値のボーナス、そしてフリー経験値のボーナスという形で4ボーナスとボーナスパッケージの購入というのが出てくるようになりました。はい、これ一つ一つ解説していこうと思いますと。このボーナスパッケージっていうのは何かっていうと、まあ今までで言う、永久明細の効果に近いんですけれども、この消費型ボーナスってここに書いてあるんですけど、この4つは使っていくことでなくなっていくボーナスですね。なので、この、これを1個つけた状態で先頭に出ると、今187って書いてある、ここが186になりますね。皆さんは持ってる数がそれぞれ違うと思いますので、確認してくださいね。という形で、1先頭1先頭ごとに減っていく代わりに、それぞれ得られる経験値を 20% 増加してくれたり、艦艇経験値、艦長経験値、フリー経験値をそれぞれ、バフしてくれるという効果があるものですね。そしてですね、このボーナスパッケージってのは何かっていうと、ダブロンを使って買うことができるパッケージでして、ティアによって変わっている感じですね。3800ダブロンを使って、このヨハンっていうティア級のオランダ巡洋艦につけますと、クレジット 10%、経験値、艦長、フリー経験値それぞれ 10% のバフを、無期限に何回乗ってでも、適用することができるというものですね。これがティアによって若干効果が違いまして、ティア10になるとこんな感じですね。クレジット 50% と艦艇経験値それぞれ 10% 分。ティア9だとクレジットが、10% にそれぞれ 100% 分。ティア8だとどれくらいかな？ちょっと。よっ。ティア8だとクレジット 5% で艦長経験値が 50% みたいな感じですね。ティア7だとどれくらいだ？はい。ティア7も同じかな？ここから先同じかな？はい。そのような形で、バフされますと。なので、欲しい、経験値やクレジットがある場合は、そこのね、部分使っていただければと思います。で、どんな感じで増えるのかっていうのは、戦闘結果画面のここの画面でわかりますね。まず、通常アカウントか、プレミアムアカウントかによって、そもそも取得する経験値が変わりますね。1.5 倍と。で、この取得した、クレジット、ごめんなさい、これクレジットやってないからわかんない。ちょっと待ってね。ちょっと待って。プレカン乗ってないかな。あ、乗ってる。ちょっと待ってね。はい。はい。こんな感じで、通常鑑定なのか、プレミアムアカウントなのかによって、そもそも収支というか、もともと得られる、取得できるものが違いますね。経験値もですね。で、ここに係数というので乗っかってます。僕のこの船は、ボーナスパッケージ、プレミアム鑑定はもうボーナスパッケージがついてるんですけれども、これによって 5%、取得してる 5% がここに乗っかって、そこから、修理費とかが差し引かれたものが取得クレジットとして出てきますと。で、次に、艦艇経験値ですね。艦艇経験値も、まず取得経験値に対して、係数。クランに入ってると、クランボーナスとかもあるんですけど、このボーナスパッケージが入って、
その分がプラスされて、取得経験値となっている。官邸経験値の取得がここですね。そして最後、官庁経験値。最後じゃないですね。官庁経験値も、戦闘で得られた経験値に対して、係数、ボーナスパッケージが 50%。そして僕、官庁経験値の、この消費されるやつですね。経験値 100% 入れてるので、この2つが係数として足されたものが、取得した官庁経験値として入っておりますと。フリー経験値も、ここにボーナスパッケージっていうのが出てますね。ボーナスパッケージ 50% と、あとは顧問の僕は 300% をつけてたので、それぞれが入って626がゲットできてますという感じです。これがエリート官庁経験値ですね。エリート官庁経験値は今、ボーナスがないので、単純に取得した官庁経験値の 5% が入ってますね。はい、こんな感じで、エコノミーボーナスの効果が乗っかってきますと。で、最後にですね、それぞれの価値なんですけど、おそらく緑から上はかなりリアリティが高いものとして、あると思われます。特に赤はほとんど手に入らない。今現状手に入る要素を確認してるのがクラウン戦での上位ボーナスとかで、確認できてるんですけど、まあ、それ以外でも後々は入ってくると思うんですけど、まあそんなに入らないかなという印象がありますね。これですね、クラウン戦で、それ、なんか、タイフンリーグ隊で45勝するととか、ストームリーグ隊で45勝するとっていう方、方に、まあ、それでも5個っていう感じで、かなりリアリティが高いなというふうに感じておりますと。で、加えて、緑は、まあ、ちょいちょい手には入ってるんですけど、でもやっぱりあんまり手に入ってない感じがしますね。取得数はそんなに多くないんじゃないかなっていう形なので、緑以上は結構レアリティが高く、赤は本当に貴重みたいな感じです。多分この一番上のやつは、例えばデイリーコンテナとかから手に入ると思われるので、まあ上のやつはね、比較的ボコボコ使っちゃっていいと思うんですけど、緑、青を使うときはちょっと考えたりとか、赤はちょっと非常に貴重なので、ちょっと考えて使われた方がいいかなと思いますね。具体的には、まあ、時々ボーゲーミングさんは稼げるモードを用意するので、そういうモードが来た時にちょっと貯めておくっていうのが僕の中ではおすすめです。で、まあ、どうしても稼ぎたかったり、あとは自分の得意な船だったりする時には緑または青を使ってあげてもいいのかなというふうに思っております。そんな感じで使っていただければというふうに思います。以上がエコノミーボーナスの解説でした。まだわからないよということがあればコメントの方いただけると嬉しいです。また別の何かをね、解説してほしいときにはコメントで教えていただけると幸いです。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。ポジャでした。バイバーイ。